油取り紙は顔の皮脂などを取るために用いる化粧用の和紙。もともとは金箔の製造時に用いる白打ち紙の再利用品である。ファンデーション、おしろいなどで化粧した状態のままでも皮膚の上から押し当てることで皮脂や汗を吸い取ることができる。近年は紙製でなくプラスチックフィルム製のもの、薄紙の表面に油分を吸収する粉体を塗布したものも販売されている。 また、表面におしろいを塗布し、皮脂取りと化粧直しを同時に行えるものは、紙おしろいと呼ばれる。古谷紙機元は、金沢で金箔の製造に用いられてきた、専用の和紙である白内紙が、旧油商に優れ、薄くて丈夫だったことから舞子によって、再利用されるようになったものである。特に白内紙を、 金箔の製造に10年ほど使い込んで、それ以上使えなくなった古や紙は最高級品である。伝統的に舞子など花町の女性の化粧用に珍重されてきたが、金沢や京都の名産品となり、一般の女性にも利用されるようになった。この金箔及び古や紙製造のノウハウを応用して作られるのが金箔だ。紙製法油取り紙である。金箔だ。 紙製法の定義及び製法は石川県白商工業共同組合により定められており製品にはロゴマークが付けられ一般的な油取り紙とは差別化が図られている専門メーカーの他にも各化粧品メーカーからも発売されているこちらは麻の繊維などを素材に用い工業的に生産されているものがほとんどであるありがとうございます